時刻は22時を回りました。皆様こんばんは。秋元範子お休み前の本棚の時間です。お相手は私、俳優であり朗読家、そして大学で朗読演技を教えています秋元範子です。この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン海の見える素敵なスタジオより22時30分まで放送いたします。 どうぞ皆様最後までお付き合いくださいさて今夜で4回目となりましたあのですね途中で気持ちよく眠ってしまったっていう報告を聞いたんですええー、って感じなので最初に今日は私の朗読の講演のお知らせをさせていただきます27年目となります阿波直子さんの作品を語る ワールドファンタジーのお知らせです6月29日土曜日14時より横浜元町中華街駅から徒歩5分の山手ーテ座にて開催いたします港の三重六花公園の向かい側観光地のど真ん中にあるんですそれとピアノと木琴のデュオオドラータとのコラボです えー、詳しいこと予約お問い合わせなどは秋元のり子オフィシャルサイトからお願いいたしますあとですねフェイスブックインスタ X にもあの出してますのでよかったらご覧くださいこの番組ではメッセージを募集していますメールアドレスは 797-fmgino1.com また、YouTube でもネット配信しています。FM 儀乃湾のホームページから見ることができますので、どうぞそちらもお楽しみください。YouTube チャンネルの登録もお願いいたします。と、秋元典子 YouTube チャンネルの登録もお願いいたします。<laughs> あっ、宣伝しちゃった。また、サイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、 アプリのリスラジカ「毎中なラジオ」をダウンロードし予約しますといつでもこのラジオを楽しむことができます。皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してください。それではここで一曲コラボする「オドラータのスレナーデ」をお聴きください。お送りしておりますこの番組は。 秋元範子お休み前の本棚ですえオドラータの曲いかがだったでしょうか素敵な曲でしょ作曲はピアノの高屋敷翔一さんですこの曲は私が角田光雄さんの口紅の時を語らせてもらう時にもテーマ曲として演奏してもらってます大好きな曲です小山理恵さんの木琴も新鮮だったと思いますこの二人と毎回 頭突き合わせてうんうんなって作品を作っています6月29日のゲーテ座ハンカチの上の花畑も3人でこれからまだまだ絞っていくんですけどどうなるかワクワクですところで今夜はおすすめの映画や本のお話をする回なんですけれど、えー、私の講演も近いことですし阿波直子さんの本をおすすめしたいです阿波直子さんは えー、1943年から1993年なんと50歳で亡くなられてるんですが改正者から出てます「阿波直子コレクション全7巻」というのからいろいろ話が、あのー、読めると思います。今日私がおすすめしたいのはですね「随音社」から出てます「阿波直子17の物語夢の果て」こちらをおすすめします。これはでですね月刊で シトメルホンメルヘンという雑誌があったんですけどご存知の方いますか柳瀬隆さんがやってまして30年間続いた雑誌がありますそこで、えー、アジト恵子さんイラストレーターのアジト恵子さんと阿波さんのコンビで17作品があの,あ,あ,のだあったんですねそれをあの編集者だった井上さんがまとめて出した本なんですもうすすごく素敵ですあの 阿和さんの話をアジトさんが本当に鉛筆一本なんですけど、すごく素敵な絵にしてます。あのぜひぜひ手に取ってみてください。はい。えっとそれでは、えー、私が朗読を始めるきっかけとなった阿和直子の狐の窓を今から聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。 コ作「きつねの窓」いつでしたか山で道に迷った時の話です。僕は自分の山小屋に戻るところでした。歩き慣れた山道を鉄砲を担いでぼんやり歩いていました。そうあの時は全くぼんやりしていたのです。 昔大好きだった女の子のことなんかを取り留めなく考えながら道を一つ曲がった時と空がとてもまぶしいと思いましたまるで磨き上げられた青いガラスのようにすると地面もなんだかうっすらと青いのでしたあれ一瞬僕は立ちすくみましたまばたきを二つばかりしました ああ、そこはいつもの見慣れた杉林ではなく広々とした野原なのでしたそれも一面青い奇境の花畑なのでした僕は息を呑みました一体自分はどこをどう間違えていきなりこんな場所に出くわしたのでしょう第一こんな花畑がこの山にはあったでしょうかすぐ引き返すんだ僕は自分に命令しました その景色はあんまり美しすぎました。なんだか空恐ろしいほどに。けれどそこにはいい風が吹いていて、気境の花畑はどこまでもどこまでも続いていました。このまま引き返すなんて、なんだかもったいなさすぎます。ほんのちょっと休んでいこう。僕はそこに腰を下ろして汗を吹きました。と、 その時僕の目の前をちらりと白いものが走ったのです。僕はガバッと立ち上がりました。気球の花がザザーッと一列に揺れて、その白い生き物はボールが転げるように走っていきました。確かに白狐でした。まだほんの子供の。僕は鉄砲を抱えるとその後を追いました。ところが、その早いことといったら、 僕が必死で走っても追いつけそうにありませんだんと一発やってしまえばそれでいいのですができれば僕は狐の巣を見つけたかったのですそしてそこにいる親狐を仕留めたいと思ったのですけれど小狐はちょっと小高くなった辺りへ来ていきなり鼻の中に潜ったと思うとそれっきり姿を消しました。 僕はポカンと立ちすくみました。まるで昼の月を見失ったような感じです。うまい具合にはぐらかされたと思いました。この時、後ろで「いらっしゃいまし!」と変な声がしました。驚いて振り向くとそこには小さな店があるのでした。入り口に染め物、 貴郷屋と青い字の看板が見えました。そしてその看板の下に紺の前掛けをした子供の店員が一人ちょこんと立っていました。僕にはすぐわかりました。あ母、さっきのぎつねが化けたんだ。すると胸の奥からおかしさがくつくつとこみ上げてきました。うーん、これは一つ。 だまされたふりをして狐をつかまえてやろうと僕は思いましたそこで精いっぱい愛想笑いをして「少し休ませてくれないかね?」と言いましたすると店員に化けた小狐ツはにっこり笑って「どうぞどうぞ!」と僕を案内しました店の中は土間になっていて白樺でこしらえた椅子が 5つも揃っているのです立派なテーブルもありますなかなかいい店じゃないか僕は椅子に腰掛けて帽子を脱ぎましたはいおかげさまでキはお茶をうやうやしく運んできました染め物屋だなんて一体何を染めるんだい僕は半分からかうように聞きましたするとキツネはいきなりテーブルの上の僕の帽子を取り上げて はい。何でもお染めいたします。こんな帽子も素敵な青に染まります。とんでもない。僕は慌てて帽子を取り返しました。僕は青い帽子なんか被る気はないんだから。そうですか。それでは。とキツネは僕の身なりをしげしげと見つめてこう言いました。そのマフラーはいかがでしょうそれとも靴下はどうでしょうズボンでも上着でもセーターでも。 素敵な青に染まります。僕は嫌な顔をしました。こいつなんだってやたらに人のものを染めたがるんだろうと腹が立ちました。けれどそれは多分人間も狐も同じことなのでしょう。僕をお客として扱いたいのでしょう。それにお茶まで入れてもらって何も注文しないのも悪いと思いました。 そこでハンカチでも染めさせようかとポケットに手を突っ込んだ時キツネは突拍子もなく甲高い声をあげましたそお指お染めいたしましょうお指僕はむっとしました指なんか染められてたまるかいところがキツネはにっこり笑って「ねえお客様指を染めるのはとても素敵なことなんですよ。 と言うと自分の両手を僕の目の前に広げました小さい白い両手の親指と人差し指だけが青く染まっていますキツネはその両手を寄せると青く染められた4本の指でひし形の窓を作ってみせましたそれから窓を僕の目の上にかざして「ねえちょっと覗いてごらんなさい」あのね 僕は気の乗らない声を出しました。まあちょっとだけ覗いてごらんなさい。そこで僕はしぶしぶ窓の中を覗きました。そして仰天しました。指でこしらえた小さな窓の中には白い狐の姿が見えるのでした。それは見事な母狐でした。尻尾をゆらりと立ててじっと座っています。 それはちょうど窓の中に一枚のキツネの絵がぴたりとはめ込まれたような感じなのですこりゃ一体僕はあんまりびっくりしてもう声も出ませんでしたキツネはぽつりと言いましたこれ僕の母さんですずっと前にたんとやられたんですたんと鉄砲でそう 鉄砲で。狐はパラリと両手を下ろしてうつむきました。これで自分の正体がばれてしまったことも気づかずに話し続けました。それでも僕、もう一度母さんに会いたいと思ったんです。死んだ母さんの姿を一回でも見たいと思ったんです。これ人情っていうものでしょうそしたらね。 やっぱりこんな秋の日に風がザザーンって吹いて気境の花が声を揃えて言ったんです。あなたの指を染めなさい。それで窓を作りなさいって。僕は気境の花をどっさり積んでその花のシェルで僕の指を染めたんです。そうしたらほらね。狐は両手を伸ばしてまた窓を作ってみせました。僕はもう寂しくなくなりました。 この窓からいつでも母さんの姿を見ることができるんだから。僕はすっかり感激して何度もうなずきました。実は僕も一人ぼっちだったのです。僕もそんな窓が欲しいな。僕は子供のような声をあげました。するとキツネはもう嬉しくてたまらないという顔をしました。そんならすぐにお染めいたします。そこに手を広げてください。 テーブルの上に僕は両手を置きました。キツネは花の汁の入ったお皿と筆を持ってきました。そして筆にたっぷりと青い水を含ませるとゆっくり丁寧に僕の指を染め始めました。やがて僕の親指と人差し指はきき色になりました。さあ出来上がり早速窓を作ってごらんなさい。 僕は胸をときめかせてひし形の窓を作りました。そしてそれを恐る恐る目の上にかざしました。すると僕の小さな窓の中には一人の少女の姿が映りました。花柄のワンピースを着て、リボンのついた帽子をかぶって、それは見覚えのある顔でした。目の下にほくろがあります。いや、あの子じゃないか。 僕は踊りり上がりました。昔大好きだったそして今はもう決して会うことのできない少女なのでしたね指を染めるっていいことでしょああ素敵なことだね僕はお礼を払おうと思ってポケットをまさぐりましたがお金は一銭もありませんあいにくお金が全然ないんだ だけど、品物なら何でもやるよ。帽子でも、上着でも、セーターでも、マフラーでも。そんなら、鉄砲ください。鉄砲そりゃちょっと、困るなと僕は思いました。が、たった今手に入れた素敵な窓のことを思ったとき、鉄砲は少しも惜しくなくなりました。よし、やろう。 僕は気前よく鉄砲をキツネにやりました。毎度ありがとうございます。キツネはペコッとお辞儀をして鉄砲を受け取るとお土産になめこなんかくれました。今夜のおつゆにしてください。なめこはちゃんとポリ袋に入れてありました。僕はキツネに帰りの道を聞きました。すると何のことはない。 この店の店裏側が杉林だというのです。林の中を200メートルほど歩いたら僕の小屋に出るのだとキツネは言いました。僕は彼にお礼を言うと言われた通り店の裏手へ回りました。するとそこには見慣れた杉林がありました。秋の日がキラキラとこぼれて林の中は暖かく静かでした。 うん僕はとても感心しましたすっかり知り尽くしてるつもりだったこの山にもこんな秘密の道があったのでしたそしてあんな素晴らしい花畑と親切な狐の店とすっかりいい気分になって僕はふんふんと花歌を歌いましたそして歩きながらまた両手で窓を作りました すると今度は窓の中に雨が降っています。細かい霧雨が音もなく。そしてその奥にぼんやりと懐かしい庭が見えてきました。庭に面して古い縁側があります。その下に子供の長靴が放り出されて雨に濡れています。あれは僕のだ。僕はとっさにそう思いました。すると胸がドキドキしてきました。 僕の母が今にも長靴を片付けに出てくるのじゃないかと思ったからです。かっ着を着て、白い手ぬぐいをかぶって。まあ、だめじゃないの、出しっぱなしで。そんな声まで聞こえてきそうです。庭には母の作っている小さい菜園があって、青じそがひとかたまり、やっぱり雨に濡れています。ああ。 あの葉を摘みに母は庭に出てこないのでしょうか家の中は少し明るいのです電気がついてるのですラジオの音楽に混じって二人の子どもの笑い声が途切れ途切れに聞こえますあれは僕の声もう一つは死んだ妹の声ふっ と大きなため息をついて僕は両手を下ろしました。なんだかとても切なくなりました。子どもの頃の僕の家は焼けたのです。あの庭は今はもうないのです。それにしても僕は全く素敵な指を持ちました。この指はいつまでも大切にしたいと思いながら僕は林の道を歩いていきました。ところが、 小屋に帰って僕が一番先にしたことは何だったでしょう。僕は全く無意識に自分の手を洗ってしまったのです。それが長い間の習慣だったものですから。行けないと思った時はもう遅すぎました。青い色はたちまち落ちてしまったのです。洗い落とされたその指でいくら菱形の窓をこしらえてもその中には小屋の天井が見えるだけでした。 僕はその晩もらったナメコを食べるのも忘れてがっくりとうなだれていました次の日僕はもう一度狐の家に行って指を染め直してもらうことにしましたそこでお礼にあげるサンドイッチをどっさり作って杉林の中へ入っていきましたけれど杉林はいけどもいけども杉林 の花畑などどこにもありはしないのでした。それからというもの、僕は幾日も山の中をさまよいました。狐の鳴き声がちょっとでも聞こえようものなら、そして林の中をかさりと動く白い影でもあろうものなら、僕は耳をそば立てて、じっとその方向を探りました。が、あれっきり、一度も僕は狐に会うことはありませんでした。 それでも時々僕は指で窓を作ってみるのです。ひょっとして何か見えやしないかと思って。君は変な癖があるんだなぁと、よく人に笑われます。アワナオコの狐の窓をお聞きいただきました。いかがだったでしょうか。これをですね、あの最初に聞いたとき、本当に本当に <laughs> なんか… すごい話だなぁと思ったんですねでこれもうきっと宇宙で一番私がたくさんあの読んでるんじゃないかってぐらいあちこちでも二28年間のうちいっぱい読んでるんですけど母が今91歳なんですけど母が亡くなったら私これは読めないなぁと思ってます。ちょっと無理だなぁって思ってるんですけどまあ <laughs> どうなるでしょうか。うん えー、こんな感じで毎回お話を読ませていただきたいと思います。で,すで,すで、えー、来週のテーマなんですけれど、来週はなんと大それた人生相談なんです。<laughs> それで、アーティスに一体何が答えられるのか分かりませんが、ただただ、あのちょっと長く行きましたぜっていうのがありますので、ありますので,何でもあの聞いてください。 あ,まあ、あと朗読とか演劇についてでしたら本当にそれはもうきちっともう自信持ってお答えできますのでもしそういうあのなんかお悩みだとかね発生だとか行が作業がうまくいきませんとかもうそういうのはもう,もうその場ですぐにお答えできますからあの聞いてくださいあとはねやっぱりあのいろいろちょっとまあ私も波乱万丈でありましたので女の人があのね シングルマザーの人だとか、それからね、まだお子さん抱えて、仕事も抱えてっていう大変な方に何か、こうやると家事うまくいくよとか、あの洗濯物は畳まなくてもいいよとか、そういうのをはっきり言いますので<笑><笑>あの、相談になってないかもしれないけど、ぜひぜひ何でも聞いてください。それでは、ままままた週週間間がが始まりすますね。どんな1週間にしますかいいことがいっぱい いっぱい起きますように。番組に参加してくれた皆様、ありがとうございました。お相手は秋元の子でした。それではまた来週、この時間にお会いしましょう。おやすみなさい。素敵な夢を。